さまざまな YouTuber さんが一堂に集まるマインクラフトのサーバーがあるそうです。ピタットクラフト、ピタクラ、あ、ピタットクラフトって言うんだ、これ知らんかった。ピタクラってピタットクラフトの逆なんだね。全然知らんかったわあ、こんにちは、コットゴータンです。平日の昼間からこのサバに入りたいと思います。こんにちは、こんにちは、おはよう、おはよう、んこゴットコータンです。僕の家は前回建てたこれですよね。いやー、入ったばっかりだからさ、材料というか物がそもそも少ない。でもって僕のお家をさ、壁で仕切るのやめてくれよ。まるで僕が仲間外れみたいじゃないか。寂しいぜ、おい。だからちょっとここ階段でさ、繋げてあげようぜ。こんにちは。わーお、すげえ。ヒカクラのパート20くらいのマイクラのワールドって感じがしてすごいよな。で、周りをこのかっちゅい壁で覆ってるわけですか。なんかいいことやるじゃん。このサバってね、人のものを盗んだりしちゃいけないんですって。知らなかったわ。僕今手持ちに食料とか全くないんだよな。だから盗むのは良くないけど、もらいますって最初から書いたらいいですよって言ってくれるんじゃないかな。ほら、いろんなアイテムがある。でも盗みはしないよ、大丈夫。後でもらっときましたって感じで。ダメか、そんなへりくつ言ったってダメだよって一括されるだけだよね。なんだこれ、掲示板って書いてんのか。ここは共有倉庫に焼き豚も置いてます。アモン、え、共有倉庫、これ共有倉庫、ご自由にお使いください。神、天使、さすが、素晴らしい。じゃあ肉もらおっかな。おお、え、なんでこんな焼き豚があるの。これもらっていいって書いてたからもらうよ。ってことはこんだけ肉の塊をたくさん集めることができるくらいにまで豚さんの命をほふり去ったってこと。松明がないから僕の家暗いな。今回は毎度のことだけれども、名物としてもなってきたと思っている。自分の家のてっぺんにゴッドコータンの建物であるからっていう風なアピールをするために頭を作っていこうと思っているよ。だからそれの材料をしていこう。この先、ラル帝国。バカ長いトンネルの先へを抜けると一体何があるのでしょう。帝国があるって書いてたけど、ああ、帝国だったわ。ガチで帝国だった。この中ってさ、誰かしらが整地したってことだろ。もうだいぶ発展してないですか。で、ビーコンまで入ってるじゃん。じゃあ僕の頭の材料である白いブロック、黒いブロック、黄色いブロック、赤いブロック、それからピンクのブロックを集めていきましょう。ピンクのブロックは僕が今持っているの桜の板材があるからできるんだよな。だから自分の口の中を構成する赤色のブロックと、それから顔全面を構成する黄色いブロックが必要になってくるわけだ。そして目ん玉の部分を構成する雪ブロックの場所はちょっと歩けばありましたので、向こうから雪ブロックを取りに行きましょうね。びっくりだよね。他の人たちは他の実況者同士で集まってさ、わちゃわちゃやっている中、僕としたことがシングルとやってることが変わらないじゃないですか。とりあえず雪を集めていきましょうか。ギュリャー。このね、サーバーってプラグインが入ってて、ブロック壊したりダメージを受けたりするとレベルが上がるんですよ、経験値がね。この音がうるさいんだよな。雪ブロック16個、こんだけあったら十分でしょ。で、あと黒色のブロックだな。これ黒いな。何のブロックだこれ。あー、砂利か。このリソースパックだと黒色のブロックに表示されているので、まあ、今回はこの黒色のブロック使いましょうか。いつもだったら絶対砂利ブロックを黒い目玉としては使わないんだけど、ただ今回はリソッパの世界なのでね、黒色の見た目をしている砂利ブロックを使うことによって、まあ、お安く済むって話ですよ。お腹かいた。こんばんは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。デコのすけさん、こんばんは。デコのすけです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。赤色のブロックか、黄色いブロックありますか？赤色のブロック、TNT ありますよ。マジで？TNT2 スタックありますよ。え、なんでこんなあるんですか？トラップタワー作ったんですよね。え、どこ見せてほしいです。あ、向こうの方なんですけど。黄色いブロックとかもあります？黄色いブロックはそこの畑全部買って、これって使っちゃっていいんですか？あー、多分大丈夫です。俺が後で植えとくんじゃん。うおー、やったね。これで俵ブロック作って、で僕の頭の黄色いブロック作りますね僕が見ない間にこのサバすごい発展してますね。そうなんですよ。うちの身内のラルとロコイがなんかめちゃくちゃずっとやってて、へえ、すっ
ごい。いや、いいですよ。人参ってあります？僕持ってる。人参、人参ないですね。いや、あげますよ。お礼ですよ、お礼。たくさん人が来始めた。皆さん、おのおのでサバイバルやってる感じなんですね。そうですね。市民さんとかは、さっき、独立して帝国みたいなの作ってました。ああ、お好きね、そういうの。僕は自分のお家1個しか作ってないんですよ。あんまサバイバルとかで目標を決めれるタイプじゃないんで。ウィザーとかも取っちゃった感じですか？あ、ウィザーは倒しましたね、そこにビーコン。ありますもんね。めちゃくちゃ発展しちゃってる。修繕の本だけは厳選されてますよ、向こうで。え、何それ、なんかエンド行ってないだけじゃん。そうなんですよ、エンド行ってないだけでめちゃくちゃ進んでるんですよね。すごい。ありがとうございます。じゃあタワラブロックとかもろもろ全部もらうんで、種とかは植えといてください。はいはいはい、植えときます。ありがとうございます。やったね。ふう、タワラブロックやって1スタックと20個できた。こんだけあったら十分です。ありがとうございました。ありがとうございました。なかなかにいい人だったね。このタワラブロック使って自分の頭作るか。赤色のブロックを TNT で作り、黒色は砂利、白色は雪ブロック、ベロの部分は桜の木材、体の部分は俵。今までで一番不格好な僕の頭ができそうだよ。で、これは？これがあの人が言ってた村人厳選施設かな？シルクタッチ。おぉ、ちゃんと厳選されてる。もし僕がダイヤモンドの装備とかなったら勝手に使おう。悪くは思わないことだね。僕自身は悪くないから。だから悪くは思わない。トラップタワーは100、200あたりにあるので、後で行ってみてください。ありがとうございます。100、200、OK。100、200。だから、こっち方面にあると言っていた。じゃあ言っていたそのトラップタワーとやらに行ってみましょうか。で、この上ですよね。トラップタワーって。行ってみましょう。僕が想像していたものよりも、割と簡素な作りではあるものの、多分、効率自体は相当すごいんですよね。経験値僕あんまないからさ、貯めておこう。まあ、今の段階で貯める意味はないんだけどね。ただいま、僕だよ。待って、すご、うおー、高くね、ここ。こんにちは。あー、すごい。ちゃんと天空トラップタワーだ。中にはアイテムがたくさんあるけれども、ここにあるアイテムって誰かが大切にしているわけではないでしょ？多分、このデコさんっていう人とかが、つく、すごいなぁ。マジか。近頃の敵モブはネザライトの斧とか、ネザライトのズルハシをドロップするんだ。へぇー。勉強になる。モブからのドロップ品は、人が落としたものではないから、これは、モブからのドロップ品と僕は解釈して、もらおうかな。ネザライトのズルハシだ。へぇー、すごい。採掘速度効率が26なんだ。そんな表記があることは初めて知った。金のレギンス、これは多分プレイヤーじゃなくってゾンビとかが落としたやつなんだろう。不死のトーテム、へえ、この中ってボーカーとかも湧くんだ。じゃあこれももらっとこうかな。あとは鉄のヘルメット、あ、たまにゾンビが装着してますよね。もらっとこうかな。金のチェストプレートか。これは皮はいらないや。なるほど。ということはこういうのとか、あとこういうのとか、こういうものは、すべて、マインクラフトのその、こんにちは。これはネザライトのものとか落ちてたんですけど、これってあれですか？ゾンビとかが持ってた感じですか？いや、むしろトーテムとかもあったんで、エフォーカーとか。トーテムは全然大丈夫です。トーテムはもう俺が入れたもんなんで。エフォーカーがドロップしたんですよね。いや、襲撃を起こしたんですよ。あ、襲撃？このワールドの村ないんですけど、ゾンビ村人を治療して、村の判定を作って襲撃起こしたりとかしたんですよ。あー、なるほど。じゃあ、僕の解釈は合ってたわけですね。ネザライトのこういうのは何ですか、これ。これはネザライトは、これを作った人が、ここに多分置いといて、ああね、感じですか、ね、ゾンビとかが持ってたやつが落ちたわけではない。ないです。ゾンビがネザライトの持ってたらさすがにビビる。なるほどね。この金の装備とか鉄の装備は？あ、もうその辺は全然。どうぞ。やった、じゃあもらっちゃいますね。ラッキー。こっちにも下にもたくさんあるんで。おお、ありがとうございます。こっち側は？これゴミ箱です。いらないものをぶち込むと。ああ、なるほど。サボテンってこんななってんだ。じゃあ僕、もらったタワラブロック使って頭作りますね。いきますよ。ああ、もう頑張ってください。あ、どうした？俺に、おっと、セルビ自殺のパロしようとしたのに。ゴッドコータンの頭 RTA 始まるよー。
こんにちは、ゴッドコータンです。今からやるのはゴッドコータンの頭作り RTA です。まずは俵ブロックを 1,2,3,4,5,6,7,8、 そんでもって 1,2,3,4,7,8 と 8×8 の空間を作ってあげます。で、そんでもって僕はね、この俵ブロックの表面、裏、表のこの部分が黄色く見えたので、ブロックのこの向き自体をこの横向きに作っていこうかなっていう風に思うんだよね。でもってこっち側にも 1,2,1 こうね、L 字な感じで作ってあげるんです。自分のベロの部分、それからもらった赤色のブロックであるこの TNT ブロック、ここもまた TNT を置いてあげる。頭をこうやってみるとこんな感じですね。でもってこちらの部分に俵ブロックと、今このような感じになると、こっち側上唇の部分を俵ブロックで隠してあります。その後に雪ブロックを L 字に作って、でもって黒目を右上を向かせます。あ、これはゴッドコーターなんだなと他の人たちにアピールさせることができ、僕の頭を僕の頭として認識させることもできるわけですね。あとは簡単、俵ブロックを適当に置きまくってしまえば誰しもが僕だと判断する、そんな像を作ることができるようになるというわけです。はいはいはい、俵ブロック一つ作るのに小麦が9ついりますが、今回作ったこの頭に必要とされる小麦の量はいくつでしょうか。答えてみてね。よーし、素晴らしい、僕じゃん。なんか口から脳みそが垂れ流れてるように見えるけれども。よし、初めてだ。このサバイバルシリーズで初めて自分の目標をちゃんと達成することができました。まずは、一つ目の目標。僕の頭を作り出す。素晴らしいですね。次回どうしようかな。みんなが言ってたデザーだとか、そういった類のものやってみようかな。あと僕の敷地内のことを少しだけ発展させたいと思います。他の人たちってさ、壁作って畑作ったり、農業するためになんか動物たち育てたりしてるじゃん。僕ってさ、ほら、あそこがハブの最初の初期リスポーン地点のお家なんだけど、そこに隣接してる形だから、あんまり自分の陣地を広げることができないんだよね。まあいいや、やるだけやってみよう。ということで、チャンネル登録と高評価よろしくね。またね、バイバイ。